プリティです。あのね、目白のね、まあ、高級マンションがあるんですけど、5月ぐらいからね、お母さんと娘さんのご家族を引っ越してきたのね。で、そこのね、まあ、お母さんと娘さん、おばちゃんが巡回行く朝とか、いつも二人でどっか出かけてんのね。で、その娘さんの方がね、まあ、スラッとしてスタイルがいいね、モデルさんみたいな。そんな感じでさ、でおばちゃんがさ、通ると、いつもミニスカート履いてんのよ。スカート隠したり、何見てんのよって感じでさ、あまりちょっと感じよくないいやもうこんなさ、ババアになったけど、おばちゃんにもさ、タイプってあるじゃん。全然アウトオブ眼中なのよ。父ねえじゃん。お尻も全然もう、ペコってへこん、もう、ほんとしたらいいのよ。あの、ドラムでなの、綺麗な女の人いるじゃん。あの人もっとね、ガリガリにさしたような感じのお姉さんなんですけど。で、この間もね、おばちゃんがね、階段から上がろうとしたらね、そのね、お姉さん階段から降りてきたのよ。で、おばちゃんにハッて気づいて、おばちゃんが上に上がるまでずっとね、スカートを押さえてね、降りてこないのよ。そりゃ、おばちゃんが見てるってこと、やめてよ。これでもプロよ。仕事しに来てるのにさ。ねえ、お姉ちゃんのスカート、ねえ、見るような、そんな風なの困っちゃってさ。おばちゃん、はっきり言いたいのよ。あんた見ておぼっきしてんじゃないのよ。あんたのママ見ておぼっきしてんのよ。プロ失格ですか。いや、お母さんがまあ、すごくいいのよ。お母さん、いくつ ?40 いってないんじゃないかな。めっちゃぽっちゃりした、あやパンみたいな感じの。ぐっとくるでしょ。もう、弾けてんのよ。だから、その子、そのこと言えないけど、いや、違うんですよって。あなたじゃなくて、あなたのママも見てるんですよ、とは。くれもくれ。いや、お母さん、たまんなくて。一回さ、ちょっと、声かけちゃったのよ。今日は暑いですね、つ。あ、ほんと暑いですね。いつもご苦労様です、って声かけてもらってさ。どうしたんですかっておばちゃんずっと見てたらさ。いや、今もそうだと思うんですけど、若い頃、相当表になったんじゃないですかって言ったら、いや、そんなことないですよ、つってさ。ニコニコして、なんかさ、そう、ニコニコしてんねいつも、ママの方は。その日いっぱい喋っちゃったわ。娘さんが出てくるまで。で、娘さん出てきた瞬間、キッと睨まれたけど。違うのよ。あなたのママを見ておぼっきしてんのよ。うん。勘違いしないでほしいのよね。うん。まあ、そういうことで言えば、あれすごくリンクしてるなと思って。バチェロってジャパン ?Amazon プライムビデオで見れるのよね、今。これさ、なんか、その、女の人がすごく美人で、男の人がいっぱい集まってなって、その女性を取り合うみたいな。これがさ、男の人たちが次々となんか辞退していくっていうのは、どういうことと思って。で、おばちゃんさ、見てたのよ。ま、この人、大してどうのって言う人多いけど、なんて言ったらいいのかしら。ま、顔は整ってるじゃん。綺麗だと思うのよ。ま、綺麗だと思うんだけど、男の人ってさ、ああ、この人綺麗っていうのと、綺麗でたまらんわっていう、ま、美人にも、ま、何通りかあんのよ。これ多分今女性の人にすごく、ね、批判を受けると思うんですけども。
男の人からすると、この人すごくお綺麗じゃないですかっていう感覚と、この人すごく綺麗でたまらんわっていう、もうタイプは全然違うのよ。まあ、お綺麗ですねっていうタイプの人だと思うの。で、いろいろなんか、ちょっとおばちゃんを見させてもらったんですけど、なんだ、あまり可愛いがない。まあ、なんていうの、話してる感じとか、まあ、あと、話してる内容。で、出てる男の人たちってみんななんかハイスペックでしょ？ハイスペックななんか男性。まあ、イケてる人かなり多かったのよ。ぶっちゃけね、お姉ちゃんたちでいっぱい遊んでっしょ。ふふふ、見方で、ほんと申し訳ないんですけど、ぶっちゃけお姉ちゃんと遊びまくってんじゃん。まあ、そういう、まあ、お綺麗な方とか可愛いお姉ちゃん、ゴロゴロおると思うんですよね。あなたも綺麗ですねっていう方が来られたとしても、ググッと。ちょっと上から見せるんでしょ、うん、あと、ね、話してる感じとか。なんて言ったらいいのかな、演出もあまり良くなかったと思うよ。なんか番組が用意して設定でさ、で、じゃあ、こうやって和気あいあいとしてくださいって言っても、ね、ワイワイできないじゃん。寝るとみたいにさ、もうそのまま放置して、あ、ちょっとこの人と喋ってみたいって思ったさ、女性とかにさ、男の人がグイグイ言ったり、女性の人とかも、あ、この人かっこよくて素敵だなって、ちょっとお話ししてみたいわ、おほほっていう感じでさ、女の人もグイグイ言ったりして、そういうところでフリーな状況の時にこそ、話して盛り上がると思うじゃん。で、こういう場所を設定しましたんで、とりあえずなんか和気あいあいとしてくださいと放置してさ、ね、大してなんか、遊んだことない女性がすごい。ね、どう打ち解けられるのっていうのがもうそもそもおばちゃんの思った感想かな。本当にごめんなさいね。ぶっちゃけ本当のおばちゃんの感想よ。本当怒んないでね、女性の皆さん。性的にググッとくるものないじゃん。あ、お綺麗ねっていう感じの人だから。まあ。見て、まあ、たまにお話しするぐらいでいいかなぐらいの感じの、普通に付き合ったりとか。いや、そういう感じにはなれないんじゃないかな。まあ、東大卒で今無職。なんか変な、なんか息子かなんか出てた人だっけ。ちょっと、助けを覚えて。ごめんなさいね。女性にとってさ、本気恥かかされたようなもんじゃない？男の方からどんどん断っていくとかって、ないじゃん。お前らどこ見てんのよって感じになんじゃん。で、お姉ちゃんたちがいっぱい遊びまくってるお兄ちゃんたち呼んでさ、ね、そこでなんかね、ありきたりしてて、ねえ、なびかんじゃん。もっと俺らや、みたいな感じでしょ？下から来いよって、それぐらいは遊びまくってると思うんだよ。おばちゃんだったらね、どうかお話だけでもさせていただければって。下からもう、もう雑種よ、雑種、うん。おばちゃんは。で、雑食よ。なんでも食うから。いや、もう、下から言いますよ。いや、バチェロってなんでおばちゃん呼ばないの？ねえ。おばちゃん。めちゃくちゃペコリよ。よろしくお願いします、つって。佐賀とか、あと、黒沼大和の宅配のお兄さんみたいに、あと郵便局のお兄さんみたいに、よろしくお願いします、つって。ありがとうございました、と。もうそんな感じで、もう、ペコリまくるわよ。で、あんたらもう興味ないわよ、と言うて。え、じゃあまたご縁がありました。ほんと申し訳ありません、つって。引き際も早くてよ。くじけないし、折れない。もしなんか寂しくなった時とかさ、おばちゃん何やってる？食事だけでもしてやってもいいけど、みたいなこと言われてもさ、あ、よろしくお願いしますって食事に行ってさ、ワンチャンパコレイ最低ですか最低ですか？だからこういう雑誌とかもいっぱい読む人がよかったと思うんだよね。そこがちょっとね、上側が失敗したんじゃないかなと思います。なんかおばちゃんが最低に見える今日の動画なんだけど、どうかしら、これ。マイナスでしかないんだけど。いや、でも、おばちゃんは実際思った感想よ。Thank you.
このねニュースがちょっとおばちゃんね引っかかったんだけど、ピピッとねアンテナに。覆面パトカーどう見分けてる、すぐわかる、車の動き、意見多数、一般車との決定的な違いに反響の声。ね、一般の人が SNS で覆面パトカー、ま、こういう行動してたり、こういう車種とか、車種あの車種ね、車の種類、車種と、あとなんてなんかスモーク貼ったりとか、なんかいろいろなんか見分けてる人がいるらしいのよ。でよく言われてるのがセダンはよく聞くじゃん。走ってるところの、まあ、まあ東京の例えば新宿だったら新宿のまあナンバープレートつけてたりとかさ、あとリアのスモークが濃かったりとか、あとノーマルのセダン、例えばあのホイールとかも何も変えてないのはもう間違いないっていうのは、まあおばちゃんも昔からそれはよく聞いてるけど、最近スバルとかも多いらしいわよ。うん、あとトヨタのクラウンとか、あとマーク X、 あカムリとかも、あと日産のねスカイラインとかがよくね目撃されてんだって。ええー、ってでもね今スバルとかすごい多いらしいね。あと車体の特徴ではね、ルーフに格納式の赤色のあのウィーンって光るさ、点灯するやつあるじゃん、ランプみたいなの。それを格納されていることから、ルーフの一部が四角く切り取られている点がね、挙げられるんだって。で、なんか無線用の、さ、それがわかんないように、後付けアンテナがね、不自然に、ま、備え付けられてたら怪しいとかって。でもさ、めっちゃ混んでる道路とかでさ、いちいち見てられないじゃん。おばちゃん実際あるんだけど、例えばあの、王子から赤羽に向かうさ、五差路のさ、あの、交差点あるじゃん。あそこで、おばちゃんがね、もう、トロトロさ、普通にあの、交通ルール守って、走ってるでしょ？そうするとね、おばちゃんの後ろに車いるんだけど、その車の後ろに白バイいたの気づかなかったのよ。あの、声は聞こえなかったけど、多分。で、舌打ちしてると思う。なんだよ、こいつやな。全然交通違反しねえのかよ、みたいな感じで、もう、抜かしてくのよ、おばちゃんを。で、他の現車とか、単車とかのさ、まあ、バイクの後ろ、なんかわからないようにさ、またなんか少し距離取って、車の後ろに隠れる姿を見たことある。うん。おばちゃんの横をさ、なんだよ、こいつは、違反しねえのかよ、みたいな感じで、猛スピードでさ、追い越してくのよ。そういう時あの、すいませんっていう気持ちで、いっぱいになるんだけど、どうして？ねえ。普通の走っててなんでこんな悲しい気持ちになるの？あ、多分ね、あの、デリバリーやってるお兄さんとかこれ経験したことある人多いと思う。どっかに隠れてた白バイのタイヤずっとつけてて。で、結局もう普通に交通ルール守ってゆっくり走ってて、スピードオーバーもしないで、ずっと走行してるでしょ？そうするとしばらくすると、だよ、こいつは少しぐらい違反しろや、みたいな感じで、うわーっつってね、白バイの人がね、怒った感じでもう、おばちゃんのバイクを抜かしていくときあるのよ。これあるあるよ。デリバリーとか。まあ、バイクで巡回している人たちの。あ、それでね、リアルの話でね、この新宿で、おばちゃんのね、すぐ近く走ってたのよ。あ、なんかちょっとピリってくるじゃん。だから、より慎重に走るでしょ。したらね、黄色線をまたいで違反してったのよ、白バイの隊員の人は。で、無線でなんかやたら、なんかやりとりしてんのね。なんか、コソコソなんか喋ってんねん。なんか前走ってる、なんかベンツのもう、前も全部、スモークでさ、中が見えない車をさ、遠くからずーっと追ってんのよ。でもあれ、多分ベンツの人わかんないと思うよ。大きい、もうトラックの後ろだもん。トラックっていうかダンプの。で、ゆっくり走ってんの。かなり距離取って。しばらく、その白バイのさ、隊員さんと一緒に走ってたから、あれ、ベンツ追ってんだと思って。おばちゃんなんかドキドキしちゃって。いや、今、何や、渋谷に向かってるけど、やばい取引でも行ってそうじゃねってなんかあの、心の中で白バイのお兄さんとなんか、ね、勝手に通信してた。でかんなった気持ちで。ね、面白いね。そういうの横で見てるとさ、なんかこっちがドキドキしちゃう。あ、前さ、あの、東中野のところで、大きいさ、なんかトラックの後ろに、白バイのね、隊員さんがね、隠れたのよ。で、前にね、スポーツカーでめちゃくちゃすごい音立ててる車が走ってたのね。で、ずーっとね、
その、トラックの後ろに、隠れて、一切その前走ってるスポーツカーを見ないね。で、しばらくずっとね、走行してて、そのスポーツカーが、うわーってものすごい音を立ててね、もう猛スピードで走ってた時に、その音を聞いて、ヒュッて家に飛び出して、で、多分スピード測って、そのままもう、サルゲッチしてた、白バイの隊員さん。で、そこのスポーツカーの、行けたやつ、左に寄せるや、みたいなこと言ってた。いや、思った手ね。うん。いや、でも、音とかでも、今、もう、この、感じ、スピードオーバーしてるわって感じたと思うのよ。それで、ふっと出てきて、そこ捕まえてた。いや、なんか、すごいね。怖いよ。覆面だけじゃなくて、白バイの隊員さんとか。ゆっくりちょろちょろ走ってのが一番。ワゴンとかさ、まあ、土建系の、あと、タクシーとかさ、トラックとかさ、三輪の電車をせんじゃって感じで、煽られたり、吹かされたり、幅寄せされたり、もうひどい目あるけど、合うけど、まあ、ちょろちょろ走ってのが一番よ。だってもういきなり自転車とかキックボードがさ、歩道から車道に出てくるじゃん。引きかねないからもうスピード怖くて出せないもん。あと、小道とか。だから全然違反しない。おばちゃん、もう、点数切られることないんじゃない？おばちゃんそう思うけどな。ゆっくりちょろちょろ走って一番。そういえば前もさ、このニュース扱ったんだけど、水が飲めない子が増えている。衝撃、味がしないから苦手。クラスに 2,3 人もいる。でね、いろいろね、調べたんだって。なんか研究所みたいなところ、アクアスフィア水教育研究所。あ、そんなとこあんの。衝撃的な話なんだけど、その飲めない子、水は味がしないから苦手っていう風に答えたんだって。で、これまで水を飲んだ子が存在したらしいのよ。え、自分で家で何飲んでんのって言ったら、ジュースとかスポーツドリンクを常に飲んでて、え、水なんてもう料理とか使ってる後トイレの流し湯、あんた何使うのっていう風に答えた子がいるって。嘘。え、水飲んだ子が今までいないの。ええー。で、そういう家の家庭の親も、ジュースとかスポーツドリンクで水分補給してて、あんまり水飲まないんだって。え、マジで？で、食事中もジュース飲んでんだって。嘘。びっくりしちゃったんだけど。まあ、小学生とかで、まあそういう今現状らしいんだけど、理由がね、あ、そういうことなのってびっくりしちゃったんだけど、コロナ禍の影響が挙げられますって、まあ、そういう、なんていうの、研究所の人がいろいろ調査した結果、感染防止のため、子供たちに水道を使わないよう指導する学校が増えたんだって。で、子供たちはお湯などが入った水筒を持参するのが、まあ、常態化して、遠足なども水筒に加え、ペットボトルを持っていくよう指導する学校も、存在して、で、こうした子供たちは、水道水の水を飲まず、
水筒やペットボトルで水分補給を行うようになったんだって。で、そういう学校から親御さんとかもさ、なんで、書類かなんかもらったり、なんかそういう、なんか教育とかされて、ああ、それだったらって。あと、熱中症にはスポーツドリンクがいいとかって言われてるじゃん。だからあえて子供たちにそういう風に飲ませて、その結果、なんかね、肥満の子供も増えてんだって。ええーと思って。あれじゃない、おばちゃんたちの時代さ、米騒動あったじゃん。お米がなくなるってニュースで流れた瞬間、みんな一斉に並んだでしょ、お米屋さん。でさ、おばちゃんのさ、仲良かった友達のさ、ママンがさ、なんか、帰り、スーパーでいっぱいパン買ってんのよ。え？お米とか買ったんですかさ、いや、お米もある程度はあるけども、まあ、尽きても、パン好きだしっていう。そういう人の方が、いや、人生幸せよね。あとね、そのまま長生きしてる。ぷかぷかも吸ってるし、お酒もガンガン飲んでるし。どうせいつ死んでも、悔いないように生きてるわとかっていつも言ってたんだけど、いつ死ぬのっていうぐらい元気。いや、長生きしてほしいですけど。いや、そういう人の方が元気よ。おばちゃんそう思うな。でも今ほんと水飲めない子供が多いっていうのは、衝撃的よね。世界中でセルフレジやめてる国がね、続出してんだって。欧米でセルフレジ撤去。売り上げ 5.3% ダウン。イギリスとかも、まあ一部のスーパーで28店舗のうち26店舗を有人レジを設置。で、セルフレジやめた。北米のディスカウント。これ、ドール、にゃ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 。そこも18000店舗のほとんどでセルフレジを廃止。ええー。あんだけ導入してたのなんでやめちゃったのと思ったらね。日本に比べて海外って、お手軽感覚で万引するんだって。で、無人だと特にみんな万引するじゃん。で、なんていうの、その、セルフレジさ、何個か設置してて、店員さんが、まあ一人とか二人見張ったりしてるじゃん。それでも、一人二人だったら、関係ないんじゃとか、眼中じゃって感じでさ、海外の人ガンガン万引するんだって。日本の人ってあまり万引しないじゃん。お店に申し訳ないしさ、いつもさ、買ってくれてありがとうとかさ、いつも大変なのにさ、ね、レジいろいろさ、親切にやってくれてるおじちゃんおばちゃんとかさ、あとお姉さんとかね、申し訳ないじゃん。そういう気持ちの人多いと思うよ、日本人の人。だから日本ではまだ、セルフレジは続くんじゃないかなっていう感じらしいんだけど、海外ではね、もう早速やめちゃってるらしいよ。あと、高齢の方たちって、人にやってもらった方がなんか、温かみもあるじゃん。そういう感じで、セルフレジの方行かないで、まあ、友人のレジの方に並ぶっていう人も多いらしいわよ。で、若い子、特にお子さんとかは、物珍しいじゃん、まだ。だからセルフレジ行く傾向多いらしいのよ。ええーと思って。おばちゃんね、会社の近くのマイバス、そこのね、おじちゃんが好きなのよ。で、そこのね、おじちゃんね、もうちょっと方言があるのね。いらっしゃいます。いらっしゃいます。え、どこの方言なんだろうね。これいつか仲良くなって聞いてみたんだけど。京都なのかな？いらっしゃいますって、そんな感じなのよ。ふってなかなか、近くからぐちゃぐちゃ聞いてるこっちが。え、すって。え、へって。うん。でもなんかね、それを聞きたくなっちゃうのよ。不思議よね。方言ってなんかすごい温かみがあるっていうかさ。いらっしゃいませ。あ、また行きたくなっちゃったわ、マイバス。困っちゃう。そこの、ね、もう年配のね、おじちゃんが一生懸命頑張ってるんだけど。死とかね、言葉の語尾にね、死が多いのよ。どこの方言なのかしらね。ふってなんか抜ける感じがたまらないのよ。癖になっちゃって。
1979年に兵庫県で生まれ、現在は北海道美瑛町に在住している料理家の高橋よしこさんは、東京から移住後、今夏に新たな食の広場、そう BIEI を開店しました。高橋さんが開発したエジプト塩は、天然塩、スパイス、ナッツをミックスした万能調味料で、多くのセレクトショップや料理店で使用されています。成分には、アーモンド、塩、ピスタチオ、白ごま、クミン、コリアンダーが含まれています。来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。